こんにちは、どうも、マリーです。今日は、人新世の資本論っていう、斎藤幸平さんが書いた本について、自分が感じ取ったことっていうのを、ちょっと話していけたらいいなと思っています。僕たち、一応先進国に住んでる人たちっていうのは、やっぱり発展途上国を犠牲にして生きてるっていうのは、やっぱり頭で分かってても、あんまり感じることも、ないなっていうので、改めて読んでみて、実際考えたらこれって大事なことやなと思ったんで、一個、まず、話しておきたいなと思います。自分たちが着てる服とか、使ってるスマホとかもなんですけど、これって外国で作られて、その土地の資源を使って、できているっていう感じで、スマホで考えたら、レアメタルとかっていうのは、南アフリカで、であったり、そういうところで作られてる、取られてるんですけど、それってめっちゃ悪い労働環境を生み出してると。その恩恵を先進国が受けてると。っていうのが結構分かってるけど、ちゃんと問題として受け止めれてないなっていうのが思ってて。先進国っていうのの環境問題があんまりめちゃくちゃ深刻っていうことでもないって感じてしまうのは、こういう原因を全て外部に押し付けちゃってるからっていうのが一つあって、日本ではもちろんレアメタルとか取ってないし、森林伐採とかでめちゃくちゃやってるってことはないんですけど、それを海外でやって、自分たちの目の見えないところでやって、自分たちはその恩恵だけを受けてるっていう、この外部に全て押し付けてるっていう感覚は一つ持っておくべきかなっていうふうに思います。で、この人、資本主義っていうことについて結構書いてるんですけど、資本主義っていうのは豊かな人がさらに豊かになるシステムっていう、ざっくりした考え方で、もちろん投資家が有利だったりするっていうところなんですけど、一番考えやすいのは、売れるものをたくさん売って利益を、短期的に利益を取りまくろうっていう仕組みっていうのになってて、これが良くないと。本当に必要なものが作られずに、利益になるものだけが作られていくっていう、このシステムが社会の中で良くないと。これが明るみになったのがコロナ禍で、マスクとか防護服とかが足りないってなったと思うんですけど、あれって本当に必要なものが実際作られてなくて、その時に、売れるものだけを企業が作ってたからそういうことが起きたと。これじゃ良くないだろうっていうのがあるんですよね。で、売って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 利益を出すことを目的でずっとやってるからこそ、自分たちが環境問題を置いていっているっていう、これも結構大事なとこかなと思ってて、確かに環境問題、環境問題、SDGs とか言ってるんですけど、結局、二酸化炭素の排出量ずっと増えてるし、気温はずっと上がり続けてるし、そういう意味では、言ってるだけじゃもうダメなんじゃないかなっていう時代に入ってきたっていうふうに、この著者の斎藤さんはおっしゃってて、で、じゃあどうするんやっていうところで言ったら、利益を出していくことっていうのと環境問題を両方解決するっていうのは無理だから、ちょっと脱成長で自然と生きていくっていう考え方をちょっと提唱してて、自然と生きていくって言っても何もせず農業とかしろっていうわけではなくて、ここで一つ大事になってくるのが共有するっていう考え、共有物とかそういう考え方が出てて、もともと水っていうものっていうのは共有物であって、お金の価値っていうのはもう昔なかったと思うんですよ。江戸時代とか。川の近くで洗濯したり、そういうふうに使ったと思うんですけど、資本主義の中で、ペットボトルに水を入れて売り出したり、誰かが管理するようになったりして、そういうことによって価値がついちゃったんですよね。だから元々のその水のように誰もが無料で利用できるようなものをいっぱい作っていけば資本主義に対応できるんじゃないかっていうのが紹介されてて、これすっげえ面白いなと思って、実際に身の回りでも逆パターン、水の逆パターンを考えた時に、カメラっていうのはもともと高価なもので明治時代ぐらいからあったと思うんですけど、それってみんなが持ってるものではなかった、当時は。ただ技術が発展していくにつれて、スマホが普及していくにつれて、当たり前のように誰もが使うようななっていったと。
これをまあ物の共有物っていうか、そういう考えとしては、まあ一つの技術を共有していく、無料で共有できていってるっていうのは一個いい例なんじゃないかなっていうふうに思って、これは他に考えても、太陽光発電とか、これって今めちゃめちゃ作るコストとか下がってて、これが10年後20年後って考えたら、技術が上がっていけば電気が無料に誰でも使えるっていう時代が来るかもしれないと。こういうふうに電気っていうのが全員で使える共有物になっていったりすればいいかなと。で、そういうふうにいろんなもの、電気以外にもいろんなものを共有物として増やしていけば、今ある中国のような資本主義に対応できていくんではないかっていうところが、斉藤さんがこの本で書かれていることであって、で、まあその共有物っていうのは管理するのが必要で、まあ、ここからまあ自分の考えになっていくんですけど、その管理するっていうのが国ではなくてもいいっていうふうに書いてて、じゃあそこで他にどういう管理の仕方があるのかなって考えた時に、まあ、結構話題にも出てるブロックチェーンとかっていうので管理すればいいんじゃないかなって思ってて、まあパッとクラウド上であるもんだったらそれでいいと思うんですけど、まあさすがに電気とかをそれでできるかって言ったら、まあ自分の頭ではまあ、やっぱりわからないんですけど、まあ、そういうブロックチェーンとかでみんなで管理できるものっていうのを、がこういうふうに共有物の時代に出てくるっていうふうに自分はなんとなく頭の中に結びついて、そういう観点を持ってたら、どんどん次の時代にどういうことが起きてくるんじゃないかなっていうのも予想もついてくるし、まあ、その時代に対応できる頭を持ち合わせるんじゃないかなと思って、こういうふうにまあ、管理するっていうところで、新しい技術が日本でも出てくるんじゃないかなっていうふうな感じで、今日は自分の考えを言って終わりにしたいと思います。ありがとうございました。